様こんにちは。こんにちは。今週も先週に引き続き協調と省略について浅間山をテーマに教えていただきます。先生、今日のポイントは、そうですね、今日はちょっと天気も変わりましたし、山が見えるだいぶ霞んじゃったんですが、絵の方も一通り色がつきましたしね、この辺で、形を取り直すと同時に協調と省略を考えながらですね、こうポイントを押さえていきたいと思うんですね。では早速書きながら教えてください。はい、やってみましょう。引き続きこう形を取り直してみたいんですが、コバルトブルーでもう一度念のために形を見てみます。だいぶ前回はこう強調してこう書いたつもりなんですが、もう一回ですね、やっぱり浅間山の特徴をつかむ、そういう気持ちでこう形、自分の中に形の確認をするわけですね。あくまでも山のこう特徴をつかんでおかないと、どこの山か分かんなくなっちゃいますし、だいぶ、ただここの時にやっぱり少しこう加工なら加工をしっかり、加工なんでしょうか、これなんか大きなガレ場みたいのがありまして、この形を浅間山はちょっと捕まえにくい形ですけれど、でここにこう大きな塊があると、この辺も崖になってますね。こう理解しておかないと、なんか偽物みたいになりやすいですね。こう入ってると、この山頂がちょっと今日は風向きが違うのか、煙がこんなによく見えてないんですが、まあそれはそのまま置いときます。でこの辺にかなりこう飛騨がありますね。からこっちの山がちょっと違ってるみたいですね。この辺からこうで、こうこの山がこっちへこう来てるんですね。でここにこう岩の出たとこがあると。でこう色が変わってるとこですね、まあ今日は少し霞んでますのでなかなか見にくいんですけれど、いろんな色に見えてきて困りますけれど、まあ目を凝らしてよく見て、この山がかなり岩肌が露出して綺麗ですね。よいしょ。もうちょっと高かったですね。これこっちからこう。こんな風になってますね。これが、ここがかなり大きな岩肌。この辺がかなり露出していると。それぞれこう峰があるわけですね。それから一番形の上で気をつけなくちゃいけないのは、この中継のこのグループが、今日は手前はよく非常によく見えますね。こうグループ分けができてますね。このグループと、それからここにこうグループがあって、これが奥の木立ですね。これをしっかり書いといた方がいいと思いますね。でこれがこの辺で終わってまして、でこれがもう一つ向こうから来て、ここからもこっちからもこう来てると。だから向こうにちょっと見えて、その上に森がこういくつかありますね。こういう塊の重なりをこう書きたいところですね。いくら省略するといっても、自然の形をあくまでも尊重して適切に省略しないと作り物になりやすいですね。でここにもみじがこう塊としてこうありますね。池をちょっと下げた方がいいみたいですね。この崖の高さを出すために、
これでこの道がずっと行って、ここがこの大地がこう来てます。それからこの脇に見にくいかな、ちょっとウルトラで撮っちゃった方がいいかな。でここの金松の手前の大きな塊行きますね。で下がやや乾いてますので、この暗いところを一度自分でこう確認しておくわけです。あと山を描いていきますけれど、今日はちょっと違うやり方してみましょうか。こういうあの柔らかい毛ですね、この毛を使ってこう絵の具をそっと乗せていく方法をやっています。こう柔らかい筆でですね、あのちょっとこう、これは2の油、あのテキストでいう2の油、3の油を入れてるんですが、ちょっとずつこっちを使いながらですね、そーっと乗せる感じにやると、これちょっと生乾きのところでもあのうまく乗っていくわけですね。もう山の色がとにかく難しいですね。これは難しいところです。これが、まあこういうふうにあの色合いをですね、少しずつ下の色も生かしながらこう重ね合わせていくと、この辺の兼ね合いですね。でこう秋の山の色合いがこう出てくればいいですね。これ紫にするにはちょっとブルーを、コバルトブルーを混ぜるわけですね。これはあのかなり油を使ってこう軽くですね、筆の先っちょの方を持ちましてこう軽くこう描いていくんです。そうしますといつの間にか下の絵の具とうまく馴染んでくれていいわけですね。まあ、こんなふうにしてあのゆっくりゆっくりですが、向こうの色を出して距離感も出してですね、行こうというわけです。今度かなり風景の中でアクセントになっているあの白樺の幹をだいたい入れておこうと思うわけです。それにはこうシルバーホワイトとですね、ここにちょっとチタニウムホワイトっていうのは出してるんですが、これが白みが非常に強いんですね。だからこれをちょっと混ぜ合わせます。でこういう時はナイフでこううまくまんべんなくこう混ざるようにしまして、これですとシルバーホワイト一色で描くよりもかなり白みが効いてくるわけですね。これをこの辺に一つひとまとめにして、真っ白の絵の具では強すぎると思うんで、ちょっとイエローオーカーっていうのを混ぜます。それをちょっと色合い落とすんで、このローアンバーっていうのを混ぜるんですが、でこの辺の最終的にホワイトを使うところも出てくると思いますけれど、この辺でカバー色、白樺の幹の色を入れます。でだいたい中心になってるこの道の曲がり角のこの辺の白樺が一番こう目立つわけですね。これを入れとこうと思うわけです。でこれも何本か主な木を選んで特徴のありそうな形をこうこの辺ですね、こう筆をうまい具合にこうやりながら、その隣にもこうあるとですね。こう木というのは描いてて非常に面白いんですが、あのある勢いをこう示す形してますね。地面からぐーっとこっちへ生えてくる、その感じがこう表現できないと作り物の
気になりやすいですね。ひょろひょろとしたのこの前景のこの見えない部分からこう生えてる木がありますね。これがどの辺か、こうですかね。かなりこれは大きな形してますね。ここは2本ありますけれど、2本見え隠れして向こうにやると、こう日ごとにこう葉っぱが落ちてきて冬景色になりますが、冬の景色はこういう木が見えなくなって、なんか透明な感じになって、絵としては面白いんですね。こう透明が効いて、前景のこれはずっと上の方までですね、こんな形で。こういうところも緑が混ざるんですけれど、柔らかい筆でひょいと上かすらせるようにしますと、かなりこう上濡れてても乗っちゃうもんですね。上工作してこう、この枝ぶりも不自然にならないように気をつけないと。ないわけですね。まだこれちょっと描くの早いかもしれませんけれど、こう梢の方に行くに従って茶色いにこうなってるわけですね。黒いか、ほとんど黒っぽく見えますけれど。斜め描くと白樺っぽくなりますね。特徴をよくつかむように、で中景から円形にかけてこの前景が邪魔すると距離感がこう出てくると。でこの辺も余った絵の具をちょっとこう塗っておくわけですね。これ全部向こうもこうあるはずですから、こんなふうな、無造作なタッチに見えるかもしれませんけれど、これがあるその複雑な色合いを出すのに役立つんじゃないかなと思うわけです。それから画面の構成上、こっちへも一本こう持ってきた方がいいんで、一番左の方に、本当はこの辺に生えてるんですけれど、ちょっと枝ぶりをこっちに持ってきておきます。こうやりまして、今度この前景のこのテラスの部分をですね、ある程度押さえておいた方がいいかなと。同じようなホワイトの感じで明るいですね、明るさをこう出して、これもそう神経質にならないで、なんか感じで描いた方がいいかもしれません。この石組みをいちいち描くのも面白いかもしれませんけれど、絵の上ではあんまり必要ないですね。なんかこう前景のしっかりしたものがあるという形があればいいと思います。先ほど描きまして、今日はなんとか仕上げてしまうと、まあ頑張ってるわけですけれど、その間にちょっと書き込みをし、それからパレットの一度掃除をしました。
絵がいろいろ混ざり、絵の具が混ざりますと濁りが出てきますので、一度途中できれいにします。それから完成ということでしっかり描くんで眼鏡をかけました。それでは、時間が経ちまして、こう影がだいぶ出てきましたので、その影を頼りに形をこう立体的に少し浮き上がらせてみようと思うわけですね。ことに、この辺りの影がはっきり出てきましたので、その辺から一応攻めてみようと思います。かなり見ようによっては冷たいブルーに見えますけれど、この山肌に合わせて、山の色に合わせてちょっと紫っぽい感じで影だけ描いてみます。こういう影によってかなりこう立体感っていうのが浮かび上がってきます。この辺が形がどうもつかめてなかったのが、この影のおかげで、これがずっとこの辺がですね、で同じようにこの辺の山ひだがはっきり見えてきます。これで色合いの変化がまたもう一段とつくと思うんですが、あとこの山のこの辺ですね、この辺にもう一つこう手前にやると、それからこの浅間山の手前の前掛け山ですか、この崖のところがかなりしっかりと影になってきました。この辺にもちょっとこう、風景スケッチの場合はこう、まあ、せいぜい描いて3時間ぐらいで随分日が変わりますから。そのくらいを目安に場所を変えるとかモチーフを変えるとかいうふうにこうしたいところですね。でも今日は最後まで行っちゃうんで、かなり時間をここで取ってるわけです。でこういうブルーの、まあこの場合ちょっとバイオレット紫色がかってますけれど、こんな色が入ってくるとかなりまた画面が変化していくんじゃないかなと思います。この辺までがこうかなり森林の平らなとこですね。ここでぐーっと盛り上がって、それから下の森の方がですね、かなり変化してきました。影がずっと多くなってきましたね。ウルトラマリンとサップグリーンというのを混ぜてみました。これでこの辺もまた立体感がだいぶ分かってきますね。この辺からこういう影ができて、この辺にも影が随分できてますね。まあ一つずつ描くわけにいきませんから、大きくこの辺の中景の森はつかみたいんですが、この影だけはしっかり入れといた方が絵に深みが出るというか立体感が出ますね。あと同じ筆でついでに茶色で影を取って、この辺にこうやって後から影を描くときは同時に全体の影の出所をこう見とかないと不自然になりますね。手前だけ影がなかったりするとおかしいわけです。
水面に向こうの今きれいに写っているところを今のうちに書いてしまいましょう。こんなとこで今度はですね、かなり、西日を受けてきれいになってきた、ポプラの黄色、ポプラじゃないか、これは白樺でした。だいぶこう色あせてきましたが、枯葉色をなんとか出してホワイトにイエローに、イエローか、とりあえずこんな色、ちょっと緑がまだ、一番中心になるこの次はこっち側ですね。こういろんな色がこう筆にいろんな面についてますんで、それを適当にこう筆の角度を変えながらこう描いてしまう。これは非常に時間のかかる仕事ですね。でもちょっとこう画面にうんと変化が出てきますから。面白いところでもありますけど、で下の緑にちょっと混ざったりしてあんまり気にしないでやりましょう。向こうに近づけます。で一番手前にかなり綺麗な紅葉が始まってる部分がありますね。あれはオレンジ色、いろんな色がありますね。クリムソン、こんなのほぼ筆にいっぱいこうあちゃこちゃくっつけといて一気にこういかにも秋の感じですね。黄色、オレンジ、赤。あんまりこれ派手にやるとちょっと看板みたいになりやすいですね。まあ、この絵の場合このモミジはこの部分だけですのでそんなうるさくはないけれど、秋の絵っていうのはとにかく紅葉の絵っていうのは難しいですね。品の悪い絵になりやすいっていうのはこの赤の使い方でしょうと思います。これで案外緑の濃いの感じもあるし、これは日陰の紅葉の部分でしょうか。本当はこう赤と緑なんて正反対の色ですから混ぜるの怖いところですけれど、こういうふうに一緒にくっつけて、まあ一緒の点描みたいにこう置いてしまいますとそんな悪影響はないはずですね。これは
組み立て式のあのこのイゼルボックスに入るワンチンなんですけれど、これでちょっと暗い枝ぶりを少し書き加えといた方がいいだろうなと思いますね。ことに手前の木なんかの枝ぶりが非常に繊細な感じで、先ほど描いたあの葉っぱのところにこう影響するわけですね。こういうところも少しずつ細い見ますと、かなり複雑なこう枝の表情がこう描けると思うんです。あとこのモミジの枝ぶりをただ葉っぱだけ描いたんじゃちょっと心細いんで、この枝ぶりをなんとなく見ながらこう描いて、向こうから出てるぞという感じを描きます。こうやって全体見回してみまして、山の気分が出たか、それから手前の森から池にかけての雰囲気はどうだろうと、よくよく見比べます。まあ描き足りないところがあれば、どんどんもう一度手を加えていくわけですね。まあ今回は一応強調ということでお話ししたわけですけれど、この辺でどうかなと思っています。先生、どうもありがとうございました。あ、どうも。だいぶ日の打つのが早くてね、忙しかったけれど、無事なんとかこぎつけましたね。浅間山からお送りいたしました。来年の第1回は先生のアトリエへお邪魔いたします。それでは来週をお楽しみに。失礼します。